なんだなんだ。我が母校の校歌にこんな歌詞があるんだけど。ほう、別に普通の歌詞じゃないか。いや、なんだよリブラブラーンって、ホームページにはそれっぽい意味が書いてあるけど、6年間在学してたのに何も得られなかったぞ。そんなんお前が何もしなかっただけだろ。全部お前のせいだよ。お前の身に起きる全てのことは、全部お前の責任。うわぁ、私は認めないぞ。3つの L だからって、3リットルの水をなぎ倒すなよ。そもそもお前9期の卒業生じゃん。もう学校の人間じゃないんだからあんまり学校に立てつくなよ。9期究極中二生卒業おめでとう。この動画絶対見ないだろ。バカを言うんじゃありませんよ。登録者600人のチャンネルでも身内ネタをたまにはさせろ。いやお前しまくってるじゃん。さて重機生見てるか知りませんが、改めて卒業おめでとうございます。これからの人生も前向きに進んでいきましょう。あとお金ください。こんな人にはならないようにな。あとお前、母校平塚中等の3つの L がありえないとか思んないとか、すげえキモいデザインだなとか言ってるけど、そこまでは言ってないわ。でもね、納得できないんですよ。平塚中等のホームページには3つの L にいい感じの意味が書いてあるのに、いざ Google 検索をかけてみると失敗する3つの L とか出てくるんですよ。いや学校関係ないやん。とにかく今のままでは母校がダメになってしまう。新しいスローガン、新しい3つの L を考えなければ平塚中等に未来はない。それで L3 リールガンを持ってきました。申し訳程度のスプラトゥーン要素。そんで、新しい L ってなんかあるのかよ。そうですね、リブラブラーンだと私が何も得られていないので。お前が得たのはルーズだけ。ウォンウォン、トマエルから始まる単語をいろいろ調べたんですが、全然ないのでランチとかでいいですか。もう破綻してんじゃねえか。こうなったら検索で出てくるネガティブな 3L を超えるくらい、母校の 3L の知名度を上げたらいいんだ。そしてこの私も今からリブラブラーンを得ればいい。入学時にそれを思うよ。ちなみに我が家は 3LDK。 聞いてないです。ちなみにこんなボロクソ言っていますが、私自身は母校は好きですよ。卒業させてくれましたしね。学校生活も楽しかったです。非常に一生の傷は負いましたが、それはお前だけだ。共通テスト前日に体育やるのはおかしいですよ。私が命を懸けて怪我して訴えたのに、今年も普通に体育やってたらしいですよ。お前がアホすぎるんだよ。学校には来ないと受験うまくいかないとか言っといて、行った結果受験できなかったら本末転倒じゃん。その日の職員室が気をつやだろ。入院中、校歌を歌ってたんです。生まれて苦しんだ希望ない。さすがに受験前日にこれは希望ないわ。でも、そんなことがあっても立派に卒業したじゃないか。そうなんです。なんだかんだ人生ってどうにかなるんです。中期生に限らず、絶望の淵に立たされている人は多いでしょう。でも、ほとんどのことは意外とどうにかなるので、この動画で少しでも前向きになってくれたら嬉しいです。自分でヤバいと思っても意外とそうでもなかったりするからな。こいつと比べたら。いやそれはやりたいだけやん。少しはスプラトゥーンしないとガチの身内動画になっちゃうので、スプラの話をします。今回使うのは L3 リールガンですが、まあまあの射程から塗りが強く髪を回せます。でも少し扱いにくさがあるので、今はそんなに流行ってないって感じですかね。平塚中等でもこのチャンネル流行らないかな。じゃあもう少し健全な動画を心がけろ。平塚中等がスマホ禁止なのが悪いですよ。これじゃあ学校で私の動画見れないじゃん。そういうことではないだろ。ちなみに平塚中等は訳すと HSS ですが、そちらも Google 検索をかけてみると HSP とかそういうのが出てくるんですよね。略語はしょうがないだろ。なんで平塚中等はこんなに無名なんだ。私を輩出したのになんでだ。でもみんなヒカキンの出身校知らない。どうせ中等生この動画のこと知らないし、ネタが切れたので平塚中等の闇でも話しちゃいますか。お前が一番の闇だよ。実はですね、平塚中等、他の多くの学校にはある野球部がないんですよ。確かにそれは珍しいな。なぜないのか、それはですね、平塚中等の歴史において、過去に野球に似たスポーツ、ソフトボールで、大怪我人が出てしまったことが原因です。お前じゃねえか。この事件を重く見た中等職員は、野球部作るのやめますか？それとも共通テストやめますか？それ覚醒剤のやつじゃん。まあそんな理由でないわけなんですね。ちなみにバレー部がないのも、ボールは秘蔵を連想させちゃうからですね。もう適当じゃん。弓道部入れー。新入生こそこの動画見てないだろ。もう全然くらいしかすることないんだよ。どうやって尺埋めるんだよ。中期生卒業おめでとう。振り出しに戻るな。中期生との思い出を話そうにも、陰キャだからほぼ関わりなかったんだよ。強いて言えば弓道部ですかね。こんなゴミ人間に優しくしてくれてありがとうございます。私のこと覚えてますか？覚えてなかったら悲しいやつ。弓道部にすら覚えられてなかったら、この動画は何なんだ？確かに。まずい。ならば少しでも万人に受け入れられる動画にしなければ。もう手遅れだよ。じゃあいや、今回くらい身内ネタをスリスリするんだぞ。スプラトゥーンなんてやってる場合じゃない。スプラトゥーンはやれよ。多分この動画と同時にちゃんとしたスプラの動画を上げているので、許してくれっちょ。てなわけで小学生でもわかるように、平塚中等とは何なのかを少し話します。ざっくり言うと中高一貫の学校なんですが、公立なので家庭に優しいです。中高一貫といえば私立が多いからそこは珍しいな。あと入試
には国語、算数などの教科が存在せず、適正検査という名の運ゲーを受けさせられます。運ゲーではないだろ。この私でも受かるんだから運ゲーです。でも最近マークシートになったとか聞くので、運ゲー度は少し減ったかもしれませんね。こんな化け物入れちゃったらそうしたくなるよな。あとはグループ検査だとか小学校の成績だとか、よくわからんものもあります。学力以外もいろいろ見られるってことだな。ちなみに学校の治安としては全然悪くないです。ガチしょうもないことで大騒ぎになるくらいです。お前が悪化させてるじゃん。コロナ期に行事の打ち上げ行っただけでバカ問題になってたのは面白かったです。私は関係ない側の人間だったので、その後一人で現地に行きました。火に油を注ぐな。そういえば、知ってる人がどのくらいいるかわかりませんが、私サブチャンネルを持っていたんですよ。ほう。そしてこのアカウント、学校から配られたアカウントで運営してたんですけど、なんでだよ。去年の10月にアカウントが止められちゃったんですよね。逆によく卒業してから半年持ったな。よって在校生の皆さんは気をつけましょうねってことです。学校のアカウントで動画上げる人なんて、そういないと思うけどな。学校の治安についての話に戻りますが、頭の悪そうないじめは多分なかったです。頭の悪い学校ではないからあったとしても陰湿な感じってことか。まあでも私にはそういう話も回ってきませんでしたね。私のこと裏で嫌ってそうな人はたくさんいましたが、お前の日頃の行いのせいだな。まあこの学校、小学校でいじめられていた人の逃げ場みたいなとこもあるので、少ないのは事実だとは思います。一人の考えなのでよくわかりませんがね。そんでもってこの学校はいろんな行事があります。どの学校にもありそうだけどな。まあその中で特にゴミなのが、勉強合宿とかいうカスなんですが、刑務所みたいなところで勉強漬けにさせられるらしいです。まあ私たちの学年は行きませんでしたが、偏見でしかないじゃねえか。こういう行事は行ってみれば意外と楽しいかもだぞ。中3から高1の時期は私の中でも荒れまくってたので、何でも学校に反抗するマンになってたのは否めないですけど、勉強合宿はカスですよ。多分こいつの言うこと信じちゃダメです。学校生活の楽しさなんて自分で作るもんだろ。お前が人生楽しくないとか終わってるとか一生負け組だとか言ってるのも、お前がそれを覆そうという気がないからだ。まあ人生なんて運ゲーですからね。もうダメだよこいつ。そういえば試合が延長に入りましたが、戦線は全く動く気配がないですね。ガチアサリはこちらに2つありますが、相手にはガチアサリが1つあるという状況です。無理やり効果を入れるな。何でもそれに繋げるな。怒られろ。というか実際こんなに音源使って怒られないのか。この音源も YouTube に転がってたものだし、そっちが消えたら私も消えます。3つの L については消せと言われたら消すしかないやん。もう潔い。まあ先生たちこんな底辺 YouTuber の動画なんて見つけないだろうし、大丈夫大丈夫。本当かな。せめて許してもらう気を出せ。まあ悪いことしてるって気はないので、そんでもって戦線は膠着したままです。3分の延長が終わると、確かガチアサリを多く持っている方が勝ちになるので、そちらも視野に入れておきたいところですね。いきなり真面目やん。一応スプラトゥーンってタイトルにつけてますし、中東のことはあらかた話したので少しは画面について話します。どうしてスプラトゥーンの動画と、母校の動画をコラボさせてしまったんだ。3つのエルデイルさんリールガンよりも大事なものあっただろ。一応スプラ実況者名乗ってますし、YouTuber はこじつけができればいいんですよ。お前消されるぞ。そういえば3月で重機が卒業ですが、その3月にこのチャンネルも7周年を迎えます。なんだかんだ7年もやってきたんだな。ほとんど生声での動画でこれからもゆっくりはほとんどないでしょうが、たまーに母校を罵倒したくなったらゆっくりになるかもしれません。二度とならないでください。動画数もつい2000本を超えましたし、いつも見てくださっている皆さん、そしてこの動画が初めての皆さん、のんびり応援してくだされば嬉しい限りです。まあ後に7周年記念動画はまた作りますので、この話はこの辺にしておきます。伸びてるかは別として、数少ない続けてきたことではあるからな。そして戦線ですが、若干こちらが前に出れています。勢いで入れたいところですが、延長時間ももう少ししかないので、アサリを集めつつ意地に回ります。味方がワンチャン入れに行ってくれたけど、このステージは守りが固いな。ここで二人落ちちゃったので、ガチアサリ作って終わりに備えます。もういいってそれ。編集してて思ったんですが、この効果、50音のほとんどが入ってるので優秀な素材です。効果を素材と呼ぶな。そんなこんなで長かった試合も終わりそうです。相手のアサリ数的には多分間に合わないと思います。私が死ななければこのまま勝てますね。これで死んだら、50% のガチャが始まります。怖すぎるだろ。内容的にはごちゃごちゃしすぎて、スプラプレイヤーも中等生も、もうこの動画見てないと思いますが、そりゃそうだよ。ここまで見てくれていたら本当にありがとうございます。結局この動画は何だったんだよ。みんなは私のことを嫌いになっても、中等のことは嫌いにならないでね。というわけで勝ちました。中期生、本気で知り合いが弓道部プラス2人くらいしかいませんが、もしこのチャンネルをなんかで見つけてくれたら、こんなゴミもいるんだ。私はそれよりマシだと思って頑張ってください。これはひどい。まあでも、中等生活、本当にお疲れ様です。それでは最後に一言。あまりにも醜すぎる。